盗撮されたから誰かに連絡しようかと思ったのに電波繋がらない。誰かに連絡したり調べたりしようと思ったのに電波繋がらない。繋がらない。電波はどこだ？電波はどこだ？繋がらないよ。あ、これ持ってたんだ。これ持ってたんだった。これで魔法に繋いで。よいしょ。電波ゲット。よし、これで SNS に盗撮被害を報告して助けを呼ぶ。35万人集まるぞ。はい、ということで引き続き和歌山県に来ております。盗撮の被害に遭ったんですけど、やっぱりこれからの一人旅はもうちょっと用心しなきゃやばいなって思ったんですよ。私の使ってるスマホが月25ギガ契約 SNS を投稿してたりなんかするとすぐなくなっちゃうんですよ、ギガが。無料の Wi-Fi スポットとか行って動画投稿したりとかするんですけど、スマホの画面とかパソコンの画面をちらって見られたら、わっ YouTuber じゃんって思われたりしちゃったり、女一人だと夜はちょっと怖さとかもあったりします。家の Wi-Fi 工事って結構面倒で、基本料がちょっと高いイメージだし、旅に出ちゃってるから家に帰ることも少ないので、そんな私にもぴったりなものを紹介します。じゃーん、 Wi-Fi 王さんのチャージ式 Wi-Fi です。今日はこのチャージ式 Wi-Fi を使っていこうと思います。この Wi-Fi は国内はもちろん海外も使えるらしい。買い切りのものになるので手軽に使える Wi-Fi です。チャージ式 Wi-Fi のいいところは、月額料金、端末返却、契約解約、違約金、工事も全員無料です。で、初めから100ギガチャージされてる状態で届くのですぐ使えます。買いたい分だけ自分のタイミングでチャージできるのもおすすめポイント。後で紹介するんですけど、特に難しい設定とかもなく、ほんとすぐ使えるみたい。トリプルキャリア対応なので、au、ソフトバンク、どこも自分がいるところで一番強いよっていう電波をこの子が自動的に選んでつなげてくれます。で、私は旅の時に使うカー Wi-Fi として使おうかなって思ってるんですけど、他にどんな人におすすめできるか。よく車に乗る人、東京でドライバー、渋滞でアキアキしてる子供たちとか動画見せてあげたりすればご機嫌になることもちろんありまして、10代まで接続できるから家族みんなのスマホをつないだりすることも可能です。あと、スポーツする方とか、キャンプに行くアウトドアが好きな方とか、釣りとかツーリングされる方とか、とにかく家以外のところによく行く人は、家で Wi-Fi を契約しても家にいないならあんまり意味ないので、そういう人におすすめ。スマホの使い放題プランに入ってるくせに毎月毎月あんま使ってないよって人とかも、もうギガがもったいないので、こういうチャージ式で一括で100ギガとか買って好きな分だけ使う方がトータルしたら安かったりする人もいるかもです。海外も使えるから旅行によく行くよって方にはすごくおすすめ。海外行くときは大体 Wi-Fi 借りたりすると思うんですけど、これならいちいち空港で取りに行って返却してっていうのもないし、これ持ってくだけで外国でも使えるのですごくいいと思います。海外対応しているチャージ式 Wi-Fi は結構珍しいと思います。早速これ電源入れてみます。ここに電源ボタンがある。長押しするとつけました。こういう感じで電源入れたら、一番最初はなんか言語選択みたいなやつが出てくるので、日本語にするとタッチパネルで操作することができます。データ使用量とか押すとこんな感じで残りのデータもすぐ見えるし、接続端末、今何も接続されてないので試しに Wi-Fi につないでみたいと思います。パスワードと Wi-Fi 名前があるので、あった、グローカルネット選んで、パスワードは数字なので接続ってします。そうするとこんな感じで Wi-Fi がつながってます。めっちゃすぐつながります。ほんとパスワード入れるだけで。
でね、ここに何端末つながってるかとかも出ますね。1って書いてある。あとデータ節約設定とか、データの無駄遣いを防ぐこともしてくれるらしい。ちっちゃくて結構薄っぺらくて、タッチパネルも結構操作良くて、で購入した時に100ギガついてくるんですけど、自分の好きな必要な分だけで1、10、20、30、60、100ってチャージできるので、でチャージ後は有効期限1年間でその分のギガを使うっていう形になります。100ギガだと6980円と一番お得にはなってます。こちらタイプ C で充電できる、これを使って充電できます。ちなみに今 Wi-Fi がこんな感じで繋がった状態なんですけど、速度が遅いんじゃないかって結構チャージ式 Wi-Fi とか思われがちだと思うんですけど、私のショート動画を見てみますね。画質もいい感じだし、せいどんどん流れます。速度も問題なしですね。長めの動画も Wi-Fi 用のチャージ式 Wi-Fi の説明はこれぐらいにして、車内で使っていくんですけど、運転中に動画とかの確認をできたりとかしたら効率いいなと思うんですけど、私は運転シーンとかを撮影したりしてるからスマホで、スマホは使えないし、このナビで YouTube の動画が見れたらめっちゃ便利だなって思うんですよ。そんな時に便利なのが、じゃじゃーん、オッドキャストっていう丸いやつを使ったらナビで YouTube とか Netflix とか Amazon プライムとか見れたり、音楽も聴けたり、あとスマホにあるナビのアプリも使えたりするらしいので、早速これを設置してみたいと思います。トリスキューとにかく簡単らしくて、コードを使ってこれとワゴン R を USB でつないで Wi-Fi で接続するだけ。本体の裏に挿して、ここにカシャッとつけて、2箇所 USB を挿すところがあるので挿したいと思います。ソケットからつなぎます。お、赤く光った、光りました。こんな感じですごい、つながりました。ナビの画面で YouTube が見えます。これは便利、夢が実現です。この詳しい使い方とかどんな感じだったかはまた違う動画で紹介します。はい、ということで今日はこんな感じでこの Wi-Fi 用のチャージ式 Wi-Fi 使ってみたんですけど、海外でも使えて好きな時にチャージできるチャージ式 Wi-Fi、 詳しくは概要欄に URL を貼ってあるのでご覧ください。アンズは Wi-Fi もゲットして、電波も良好になり、ワゴン R にも YouTube が見えるようになり、準備満タンということで次の目的地に移動して旅を続けたいと思います。 GO!ということで本日はどこに来ているかというと和歌山県です。ということで和歌山といえば強打でおなじみ智弁和歌山です。甲子園でいつも大活躍している智弁和歌山がどんなところで練習しているのか気になって見に来たんですけど、じゃんじゃん、小中高全部一緒にあるっぽくて、すんごいでっかい。甲子園も終わっちゃったんですけど、来年もね智弁和歌山の皆さん頑張ってください。なんか後ろにグラウンドみたいなのがある。ここで練習してたりするのかな、野球部の皆さん。やっぱ甲子園といったら智弁和歌山、リゾート
外のビラみたいな感じの建物だね。何これ、うわ、こんなとこに土がいっぱい。多分何回も甲子園に行ってるから、ここは甲子園から持ってきた土でできてる。きっとあのグラウンドで練習してるから強豪校なのだ。智弁和歌山高校球児いないかな。では智弁和歌山の皆さん、来年の甲子園も頑張ってください。アンズは応援しております。次にアンズが向かっているのは、今からおよそ1250年前、奈良時代に唐の僧によって開かれた紀伊山金剛峯寺湖国院、通称紀伊寺。本来なら正面の両門から伸びる参拝者泣かせの階段を登るのが正しい参拝ルートなのだが、アンズはなぜか裏道にたどり着いてしまい、とんでもない急で狭い坂をバゴワールと一緒に登るチートなルートを選択する羽目になってしまった。すごいやばい坂をワゴンワールで下がってきて、徒歩の人たちと違って231段の階段がボアップできました。代わりに700円800円取られましたけど。次は君に寺ってやつ。ずっと坂がやばいです。もうあんじゃ倒れる。駐車場からはエレベーターに乗ればすぐ頂上だったのだが、見逃してしまい、アンズは無駄に坂を歩いて登っているのだ。なんか合ってる。境内から見渡せる絶景、和歌の浦は和歌の聖地とされていて、日本遺産にも認定されている。紀伊寺は近畿の中で一番桜が咲くのが早く、早咲きの場所として有名。毎年本堂のすぐ前にあるソメイヨシノの花が五輪咲くと、和歌山で開花宣言が行われる。無料で見れるって言ってみます。何が見れるんだろう。今だけ限定セールみたいなこと。アンズが向かっているのは21世紀に建てられた鉄筋コンクリート造り3階建ての巨大な神仏殿。中には巨大仏像が鎮座していると聞いたが、全く期待せず中に潜入していく。しかしそこには日本一大きい千手観音像が登場。金色に輝く木造の千手観音像の大きさは12メートル。世界平和を願って五大陸から集めた木で作られている。手にいっぱい持ってるよ。あのおじさんだってメガネしてる。この木がパワーくれるらしい。推定樹齢400年、ウエスト 5.8 メートルの大木。天然記念物の木に抱きついちゃった。いい、これ紀伊寺はイベント大好き寺で、毎年8月9日は紀伊寺千日参りという、1日のお参りで千日分の功徳がいただけるという特別な日としており、さらにこの日竜宮城を再現したパレードも行っており、そこで登場する乙姫様を毎年全国募集をかけ乙姫オーディションを行っている。おみくじあったので引いてみます。アンズもぜひオーディションに参加したいものだ。また毎年1月の成人の日には福開き早掛け参りという231段の石段を駆け上がるタイムトライアルバトルを開催。ちです。難しいな。こっちでした。ここに結びつけておきました。タイムトライアルの最高記録はなんと 21.9 秒と驚異のスピード。そんな感じで紀伊寺観光してみました。すごい観音様が見えてよかったです。こんな見どころのある紀伊寺にぜひ一度訪れてもらいたい。西さんは草生えてます。本田さんは、本田さんも草生えてます。噂のあそこは草が生えているのか。ラビバーの田村屋さん、これも草まみれですね。あるよ、あるよ、草ある、木ある、草まみれの木がある。ほら、僕らビッグカー出てこいや。肝心のビッグカーがいない。ビッグ
チーブビッグホイールビッグアイ。和歌山で大人気、世の中に和歌山ラーメンを広めたとされているラーメン屋さん、伊勢商店に行きます。お昼時は大行列だったんですけど、あんずはへんてこな時間にやってきました。和歌山ラーメン食べていきます。伊勢商店は和歌山ラーメンの代名詞となった濁り豚骨醤油スープの生みの親、とりあえず名店。店内には社員がたくさんあり、奥には謎の小上がり席もあります。そこに座りたかったのですが、右側の席に案内され、座った瞬間に注文を聞かれ、メニューを見る間もなかったので、とりあえず中華そばを注文。はい、早寿司と巻き寿司ございますけど、何が違うんですか？こちらサバのお寿司です。適宜で海苔で巻いてる普通の巻き寿司です。サバがいいです。サバが、はい、一つ、一つ、はい、卵も一つ、卵、煮卵です。茹で卵、煮卵、煮卵、はい、はい、煮卵です。一緒に来ました。和歌山ラーメンの店には欠かせないのがこの早寿司と卵。ラーメンが届くまでの待ち時間にいただくらしく、テーブルに置いてあり勝手に食べるタイプのお店もあるらしい。もたもたしていたら中華そばが登場。じゃじゃーん、入店して5分前に全部来た。これぞラーメン的な丼には黄土色の豚骨醤油スープ。豚骨の独特な癖もありつつ、濃厚だけどくどすぎないスープの中を漂うようにうじゃうじゃと泳ぐのがこの細ストレート麺。具には豚バラのチャーシュー、メンマ、青ネギ、全体的に茶色すぎるラーメンにキュートさをプラスさせるのが梅の花の形のかまぼこ。そもそもなぜ和歌山ラーメンが有名なのか調べてみると、世に知れ渡るようになったきっかけは1998年の元旦に放映されたテレビチャンピオン日本一うまいラーメン決定戦で全国の軒並みの競合店を抑え優勝したのがここ伊勢商店。トッピングでつけたガングロ味玉は味がしっかり染みた最強の煮卵、これおすすめ。しかも2年連続で優勝、爆発的なブームになりました。それをきっかけに新横浜ラーメン博物館にもお店を出店、1日平均893杯を売り上げ、未だにこの記録は破られていないんだとか。しかし関西における和歌山のポジションは影が薄いとささやかれ、大阪府民からは何にもないやんと陰口を言われるほど。彗星のごとく登場した和歌山ラーメンはまさに救世主。和歌山県民からは観光客を呼んでくれてありがとうと感謝の声が相次いでいるが、実は和歌山県民のラーメンの支出額はまさかの全国最下位。ここで食べそびれていた早寿司をデザート感覚でいただく。早寿司の正体はただのしめ鯖の押し寿司、一口サイズだからお腹がいっぱいでもなんとか食べられるサイズ。少し甘めで食べやすく、こってりとした和歌山ラーメンによく合う。ごちそうさまでした。食べてきました。なんか入店してもう3分もかからずしてラーメンは出てくるわ、寿司は出てくるわ、で絶対カップ麺より仕上がり早かった。結局10分もいませんでした。店内美味しかったです。アンズの野望、いざ出陣。 Hey kid, I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. ダマスホヨディ騙されりゃいい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。ツイッター、TikTok、Instagram やっているので、ロンリー君も孤独なのかい、ロンリー君は一人か男か。